台湾に向けた中国のアナコンダ戦略。ビンラディンを除去した米海軍突戦団の最精鋭チーム6が中国の台湾侵攻に備えてすでに1年以上も前から訓練してきたことが最近、A メディアで報じられ、関心を集めている。この報道はウクライナ、ロシア戦争とイスラエル、ハマス間の武力衝突でしばらく我々の視野から外れていた中国と台湾の戦争もいつ発生するか分からないという点を気づかせる。しかしまだ多くの人々は中国の台湾攻撃は容易でないと見ている。台湾侵攻に必要な中国の揚陸艦が十分でないなど中国の軍事的準備が不足しているという理由のためだ。しかし中国の台湾征服は西洋が考える全面的な武力衝突だけで進むのだろうか。そうではないというのが最近の米民主主義防衛財団 FDD の分析だ。FDD は中国が台湾に向けてアナコンダ戦略を使い始めたという。世界で最も大きなヘビアナコンダは相手に巻きつきながら徐々に締め殺す。中国は全面侵攻のような作戦をしないということだ。その代わりインターネット攻撃や偽情報ルフなどサイバー戦争や封じ込めなど経済的圧迫を通じて台湾を屈服させるということだ。これは5月に米企業研究員 AEI が発表した中国はどのように戦争をせずに台湾を掌握するだろうかという報告書の内容とも通じる。報告書によると、中国は台湾の4大重点部門を攻略する。一つ目は米国、台湾間の戦略関係の破壊だ。米大間の経済、軍事、外交的協力を崩すことだ。二つ目は台湾政府の無力化だ。台湾に向かう船舶に対する検問など封じ込めを通じて、台湾の国民の生活を崩壊させて台湾政府に対する信頼を失墜させる。三つ目は広範囲な心理戦の展開だ。中国に政治的譲歩をして平和を選択するのが良いという宣伝を通じて、台湾の民衆の抵抗の意思を弱める。最後は大規模な宣伝活動だ。台湾支持は米国の長期的利益にならないと米国政府、国民を説得し、米国に台湾を放棄させる作戦だ。これとともに、必要な場合、特定の目標に向けて小規模な攻撃をすれば、全面戦争なく台湾を屈服させることができるということだ。サミュエル・パパロ米インド太平洋軍司令官は、中国が台湾を攻撃すれば台湾海峡を無人地獄にすると主張した。西側が直接衝突ばかりを考える間、中国は脅迫と圧迫を通した勝利を考えている。アナコンダ戦略は相手側の王を取るチェスとは違い、勢力を徐々に拡大する囲碁に似ている。中国の自由にあっていて注目される。米シンクタンク、台湾有事の際、朝鮮半島からの米軍直接投入は難しい。台湾海峡で衝突が発生しても米国が韓国内の戦力を直接投入できるという保証は全くない。米国の代表的な安全保障専門シンクタンク、ランド研究所は16日、現地時間に公開した報告書で台湾有事の際、韓国は対北朝鮮抑止力の低下を憂慮する上、中国を刺激するのを避けようとするため、在韓米軍の直接投入は現実的でない、unlikely とし、このように指摘した。これは台湾有事における韓国の役割が制限的になるという趣旨と解釈される。しかし米大統領選挙を控えて米政府の諮問を受けてきた主要シンクタンクが在韓米軍の戦略的有用性を高める案を講じる内容を公開したという点が目を引くという分析だ。韓国は在韓米軍の投入を容認しないはず、ランド研究所はこの日に公開した。同盟の領土からの軍事作戦、ファイティング・アブロード・フロム・アン・アリーズ・ランド、と題した報告書で、研究人がインタビューした専門家らを引用し、米国が韓国に軍隊と各種資源を事前に配置しているが、これを活用するのはもう一つの問題、と指摘した。韓国は自国が直接的な攻撃を受けない限り、在韓米軍を台湾に投入するのを容認しないはず、としながらだ。報告書は、台湾海峡の衝突で米国と中国のうち一方を選択するのは韓国としては最悪の悪夢に違いないという専門家の分析も伝えた。また、北朝鮮と関係がない県で在韓米軍を朝鮮半島から直接投入する可能性はかなり制限的と強調した。
ただ、活動的軍事資産、キネティックアクティビティーズの直接投入は非現実的、アンライクリーである反面、燃料や予備部品など非活動的、ノンキネティック、補給品を朝鮮半島に事前配置することは相対的に容易であるはず、と助言した。特に、朝鮮半島の緊張が高まった時期を利用して非活動的補給品を事前配置すれば、公開的な言及なく可能であり、大衆にも目立たないだろうと勧告した。報告書は台湾有事を想定して韓国だけでなく、インド太平洋地域の米国の同盟である日本、フィリピンの役割についても考察した。日本に関しては、日本が攻撃を受けていない状況で台湾有事の際、米国が日本に接近するのは難しい、チャリギンとしながらも、日本首脳部の成功と国内政治状況に大きく左右されるだろうと評価した。フィリピンについても、フィリピンが台湾自体と自国の安保をどれほど関連づけるかによると分析した。合意も、グレーゾーン、さらに報告書は在韓米軍の戦略的有用性に関連し、韓米相互防衛条約、MDT、1953、在韓米軍地位協定、ソファー、1966、在韓米軍の戦略的柔軟性に関する合意、2006、を分析した。ただ、結論的にいかなる合意も台湾有事における在韓米軍運用の可能性に明確な説明をしていないと指摘した。韓米相互防衛条約については、外部の脅威を北朝鮮と明示したり、韓米同盟の範囲を朝鮮半島に限定したりする内容もないが、とはいえ米日安全保障条約のように在韓米軍をより広い領域の安保のために活用できる根拠もないというのが報告書の指摘だ。韓米相互防衛条約は同盟運用の範囲を太平洋地域第3条に設定し、外部の武力侵攻時に両国が協議する2条と規定しているが、条項の解釈により適用が異なるという説明だ。在韓米軍地位協定についても報告書は、協定そのものは事前通報、レポーティング、義務を明示していないが、国際慣例的に見ると米国が韓国に在韓米軍の運用に関して協議をする、政治的な義務は応と考えることができると分析した。最近の合意である両国外交長官間の戦略的柔軟性合意については、条項が曖昧であり、在韓米軍の朝鮮半島域外再配置について答えを出すことはできない、と報告書は指摘した。実際、戦略的柔軟性合意は、在韓米軍の戦略的柔軟性の必要性を認めるとしながらも、韓国国民の意思と関係なく北東アジア地域紛争に介入することはないという韓国の立場を尊重するとしている。台湾関連の役割要求が強まる可能性もランド研究所の分析のように、台湾有事の際、在韓米軍の戦略的柔軟性に関してはいくつかの法的解釈と政治的論議がある。韓国でも多様なシナリオに対応した状況別の計画を綿密に樹立する必要があるという声が高まる理由だ。これに先立ちユンソクヨル大統領は、中国が台湾を攻撃する場合、北も挑発する可能性が高いとし、韓国では強力な韓米同盟を基礎に北の挑発に対応することが最優先課題、2022年9月、CNN のインタビュー、と述べた。北朝鮮の核への対応を理由に台湾有事に在韓米軍が直接関与する可能性に一線を画したのだ。しかし11月の米大統領選挙の結果次第で台湾海峡での不確実性が高まる場合、韓国も明確な立場が要求されるはずという指摘も出ている。台湾有事の発生可能性は高くなっているとは思う。ただ、中国が台湾を我が物にしようとするにあたって、最終的には軍の上陸は避けられないと思う。その過程でどれだけミサイルなどで攻撃をするのか、本土に比べ小国といっても台湾は九州ほどの大きさがある。狭いにしても海で隔てられた島嶼への侵攻は容易ではないと思うし、軍装備は整っているとはいえ大規模戦争の経験のない中国が全土を掌握するのは難しいと思う。台湾有事で在韓米軍が担当する一番大きな任務は直接的な戦闘というよりも、中国北部戦区の戦力を華北地方に貼り付けにして、南に移動させないことではないですかね。先日、北海艦隊の遼寧が与那国と西表の間を抜けて台湾の東海岸を南下していったけど、
このような行動の自由を与えないことが肝要なので、中国の立場からすれば、台湾有事が限られた地域の局地戦で収まるという保証はない以上、黄海、渤海方面からの米軍の攻撃は常に念頭に入れて戦術を考えているはず。戦闘がなかったとしても黄海方面からの圧力があれば、北海艦隊や北部の航空戦力を南に移動できなくなる。北京の表玄関を無防備にすることはできないわけだから。朝鮮半島の地政学上の重要性は北京との位置関係にあると考えた方が良い。有事展開力、中国が米しのぐ昨年と逆転、警戒感示す豪研究所。オーストラリアのシンクタンク、ローイー国際政策研究所は22日、2024年アジアパワー指数報告書を公表し、アジアで紛争が起きた場合の中国軍の展開力が米軍を上回っていると分析した。中国軍が台湾を包囲する形での演習などで戦闘能力を高めていることに警戒感を示した格好だ。報告書によると、予算、兵員、装備などを勘案した総合的な軍事力、満点100、では、米国 90.0、中国 69.7 と、米国が圧倒。しかし、アジアの有事に迅速かつ持続的に展開する能力に限ると、中国 97.3、米国 91.3 と、中国が優位に立った。23年調査では米国が約2ポイント上回っていたが、18年の調査開始以来初めて逆転した。報告書は、中国が総合的軍事力で米国を上回ることは当面ないものの、中国が台湾や南シナ海で自らの戦略的目標を達成する上で、それ、総合的軍事力で米国を上回ること、が必要になるわけではないことを示唆していると指摘した。中国と台湾や日本の間で紛争が生じた場合、中国が核兵器を使用するメリットはなくデメリットの方がはるかに大きいので、通常兵器での紛争を仮定すると中国は広い国を守るために他方面に戦力を分散しなくてはならないので、アジア方面に避ける兵力は全戦力の一部だろう。しかし、近年の中国の経済力を背景にした軍備増強は凄まじいものがあり、米国がアジア方面に避ける戦力が逆転していてもおかしくないと思う。仮に逆転していなくても、近い将来間違いなく逆転する。そのため、日本は自国を守るために多くの国と協力して対中国戦略を考えていく必要があり、現在の自民党の総裁選を勝ち抜いた人物が総理大臣になることを考えると、ただ国内だけのことだけを考えるのではなく多くの国と防衛面での協力や中国の経済力を削ぐための戦略を持つ人物が総理総裁になれば良いとしています。